よいしょ。こんにちは、ひなたです。今家帰ってきたんですけど、今日はちょっとリクエストにあった、なんかリクエストにあったっていうとすごいなんか人気チャンネルみたいなんだけれども、晩ご飯を今から作るから、まあ、それを動画に収めてみるかというやつです。スーパーも行ってきた。一旦この洗い物をどうにかするところから始まるね。はい、じゃあひなた TV スタート。手は洗いました。家の中で帽子って思いますよね。後で脱ぐんでちょっと待ってください。見て、これ買った格闘フークレー、これうまいよな。知ってる？子供の頃にお母さんによう買ってもらってた。ちょっと見つけて嬉しくて買っちゃった。いや、そうなんです。購入品紹介みたいなのいいね。ご飯をささっと作りながらちょっと喋ってみたいな、そういう動画にしていきますよ。なぜならストックがないから。すいませんけれども、これも美味しそうで買った。見て、ベビーチーズのさ、トリュフ入りやって、これいいでしょ。美味しそう。家にもな、でも食材結構あんねんやんか。だからほんま追加で適当にバンバン買ったって感じ。紹介は省くな。あと別にお料理チャンネルではないので、事細かな分量も説明しないかもしれません。すいません。袋はちゃんと置いとくタイプ。じゃあちょっと一旦この辺を片付けて、部屋着に着替えてってします。よっしゃ、作るか。あー、お腹空いた。あー、ちょっとお料理動画をさ、この家で撮るの初めてなんですけど、ちょっと画角とか大丈夫そう？いや、むずいなこれ。だってこう覗き込まなあかんもんね。とりあえずなんか冷蔵庫の中にあるやつといろいろ出しましたんで、これでなんかこれを全部使うかどうかも決めていませんが、適当に作っていきます。たまにね、インスタにご飯の写真を載せることが多いんですけど、なんかそういうの載せると、ご飯作ってるのを見たいですって言っていただくことが増えて、私さ、自分で自炊したらさ、マジもう残飯やんっていう日もあるし、男飯みたいな日もあるし、たまに時間があったらめっちゃご飯作る時もあるんですよ。作り置きみたいないい感じのやつ載せるからさ、余計みんなにさ、ご飯すっごい作るの上手なんでしょって言われたりするんですけど、マジで普通です。すいません。ちょっとこれ水入れてくる。ちょっとだけつけてからにしようか。このさ、早炊きってあるけどさ、早炊きと普通炊きのさ、違い何？ほなもう全部早炊きでいいやんって思うんですけど、誰か教えてください。何作ろうかな。とりあえずこれ早食べてまわなあかん。品の白菜、これを使わなあかん。クックパッドを私はね、有料会員の、一生有料会員のままなんですよ。300円か400円ぐらいのやつ。それ入ってんねんけど、なんか困ったらクックパッド見ればいいやん。あとさ、そのインスタとかも今あるしね。とりあえずいつも汁物から作るので、汁物から作ります。お腹空いて死にそうなので、もうささっと作りますんで。これ一番まだマシな角度やねんけどさ、まさかのシンクの中に三脚置いてます。味噌汁にしようっと。なんか料理作りながら喋ろうと思ったけどさ、なんかそんな余裕ないかもって感じだとさ、手元映すのと自分映すの大変。あと、キッチン綺麗じゃない、ごめん。なんかあんまりよう見んといて。こないだね、幕張の劇場の合間の時間にさ、ネルソンズの和田まんじゅうと騎士がね、スイカゲームやってたんですよ。スイカゲームは知ってはいたけど全然興味なくて、和田のスイッチでちょっとやってみますとかってやってみたらさ、楽しいかもみたいな感じになってさ、騎士も携帯とかで一生やっててさ、やったらいいやんみたいな言われて、でもな、もう私怖いねん、そのゲームにハマるのが。そう、今の普段の生活の中にゲームという時間が組み込まれて、でさ、無の時間やんか。そう、ゲーム開発者の方には申し訳ないけどさ、めっちゃ無の時間やんか。だからさ、もう怖くて、もう一生やっちゃうから。で、ダウンロードはせんとくわとか言っとってんけどさ、なんか次の日ぐらいに、あれ？スイカゲームしたくなってきたと。もう怖ない、この感じ。だから
結局なんか200円ぐらい払ってスイカゲームダウンロードしたよ。でさ、やってみたの。楽しいの、結局ね。楽しくて仕方がなくて、気ぃついたら1時間とか余裕で経つねんやんか。それってめっちゃ怖くないですか？だからあのアプリの制限つけた。知ってます？時間制限、スクリーンタイムかな、なんかそういうね、制限が効くんですよ。そこで調整できんねん、自分のアプリの。な、それもうやった、怖いから。玉ねぎを今4分の1入れました、水に。で、火沸かしてます。これはもう適当な味噌汁を作ろうとしています。みんなもさ、ゲーム何やってます？ちなみに私はだいぶ前から言ってるけど、動物の森ポケットキャンプを未だにやってるんですよ、私は。高校の同級生とね。でもそれ、でもそれはなんか3時間に1回とかでいいね、開くの。3時間に1回か6時間に1回か。もうなんやったらさ、インスタとか TikTok とかもさ、めっちゃ見てしまうからさ、怖くて仕方がないんですよ、正直ね。これじゃあとりあえず沸かしてます。残った玉ねぎちょっとだけ細かく切っときます。正直さ、今何作るのって感じ、特に決めてないです。考えながらやる。あとは、どうしようかな、何があんのやろう。白菜と鶏肉使うか、なんか組み合わせ良さそうやな。やばい、白菜いけるかな。外側はしなしなや、ごめんなさい、しよう。ずっと食べそびれてたんですよ、これ。ここはちょっとごめんなさい、さしてもらおうか。白菜ちょっと洗うよ。三脚びしょびしょなる、三脚びしょびしょなる。うるさい。ご飯のスイッチ押すわ。はい、ごめんなさい、だけどもうさ、お腹ペコペコで仕方ないの、私。結構ザクザク作るよ。とりあえず白菜、あ、ちょっとでかかったかな、鍋みたいになってまう。白菜を今は乱雑に切って鍋に入れています。見えますか？白菜はもう好きな量だけ入れてください。乱雑に。どれぐらい食べようかな、まあ、作りすぎたら作りすぎたで。ちょっとだけお水入れて、はい、とりあえず火にかけます。はい、作りながら考えます。何ができるかは楽しみですよね。今日は私がやってるブランド即中の、次の打ち合わせをずっとしてました。また新しいものをどんどん作っていきますので、皆さん楽しみにしていてください。はい、ちょっと切りすぎた白菜は一旦こちらに入れさせてもらいます。これは、はい、こんな感じで。はい、なんか炊いてんの焼いてんのみたいな状態です。とりあえず鶏肉を、これ何グラムですか、200グラムないぐらい入れまして、これをもう酒と鶏肉を炊くか。はい、適当に入れました。鶏ガラも入れちゃいましょう。目分量、あ、沸騰してる。生姜とニンニク、いやー入れすぎた、調子乗った。ちょっと YouTube しよう。これは映ってる？はい、今こんな感じね。なんか適当に具材と材料入れた。で、グツグツさせます。ここで混ぜて蓋しとくか。うい、なんかあとちょっとだけ残ってんねんな、このお味噌。これ入れちゃいたい。これね、あの宇都宮駅で買ったんですけど、青源の味噌っていうのが売ってるんですよ。それがむっちゃ美味しいね、米味噌。冷たい、冷凍庫入れてたから。お味噌出てきて、これで、これ全部入れちゃおう、味噌。はい、オッケー。やば、お出汁入れるの忘れてた、このタイミングで。ささ、すいません、雑で。でも一応あの食堂の孫でやらせてもらってます、私。え、うまっ、いいよ、やっぱこの味噌美味しいわ。じゃあ適当にわかめ掘り込んで、はい、完成。はい、一品目の味噌汁完成です。見せ方、はい、こっち置いときましょう。おえー、なんかようわからんやつ。
鶏と白菜を炊いてますよ、とりあえず。とりあえずとか言っちゃってる、恥ずかしい。はい、こんな感じ。なんかさ、黒胡椒とか入れたら美味しそうじゃない？入れてみるわ。ちょっと多めに。え、美味しそう。ほら、なんかようわからんけど美味しそうじゃない？で、次何作る？日向 TV。ちょっとじゃあ、じゃがいもを食べてしまわないとダメなんですよ。なので、じゃがいもを使った料理作ります。トークできへん、申し訳ない。なんか喋ろうと思っとったけど、今んとこスイカゲームの話しかしてないよね。適当にちょっとだけ剥きますよ。なんか私ね、ご飯とか食べる量とか乗せるとむっちゃ大食いっていう噂が広まってしまってるんですけど、でいつも「いや大食いちゃうねん」って言ってるんですよ。で男性ぐらい食べるだけやねんみたいな。昨日さ、あの博多ラーメン食べたくなって、急に博多天神みたいなラーメン屋さんあるじゃないですか、チェーン店かな、あそこ行って、あそこしかもめっちゃ安いですよね。ラーメン食べて、で替え玉したけど、これは大食い？え、どう？替え玉無料って書いてあって1回まで。ほなするよな。それぐらいのレベルです、私の大食い度で言うと。ちょっとさっき余ったこの玉ねぎに、このピーラーで千切りにじゃがいもをしていきます。できとんか、これ千切り。あ、できてるわ。これカッターはいいけど使ってなかったから初めて使うかも。オッケー。なんかじゃがいも2個使おうかと思ったけど1個で良さそうやった。皮むいちゃったじゃがいもは適当に切って、これも冷蔵庫で、またなんか機会があったら使います。でベーコンとか入れちゃいますか。ベーコンを適当に切ります。はい、もうカメラベタベタや。ベーコンを適当にカツ、でここの中にほぐして入れます。一体何作ってるの、教えて。塩コショウ入れまして、片栗粉、コンソメとかも入れちゃって、はい、目分量。なんかベーコンくっついてる、4連。ベーコンをバラバラにするのってめっちゃむずくない？あるあるですよね、主婦の皆さん。まあ私ははちゃめちゃ独身なんですけど。そしたらこれで焼いちゃいます。油敷いて、ここに千切りのじゃがいも入れちゃいます。いや、ガレット的なやつ作ってます。ちょっと蓋でもしちゃう。小松菜は出してるけど使いません。あ、使ってもいい？使おうか。やっぱり使います。せっかく動画回してるもんな。小松菜を洗います。一撃必殺ドンドン。もう小松菜はレンジで調理しちゃいます。いやー、でちなみにあのまな板、もうちょっとでかいやつあるんですけど、なんかいつも便利でこのちっちゃいやつ使って狭そうにしてる私。あ、これもうちょっと切った方がいいかな、大丈夫か。その前にこっち、大急ぎよ。もう何？ひっくり返すよ。それ、イエーイ。うまそう。寝といてください。小松菜にめんつゆを目分量、ちょっとだけ砂糖とかも入れちゃう。酒もちょっと入れてね。みりんも入れときましょうか。そうなったら醤油も入れたくなるよね。でも一旦、はいはい、電子レンジ、いってらっしゃい。じゃあ最後、まだ作るんかいっていう。ちょっときゅうりが食べたくて、私きゅうり大好きなので、きゅうりをあの千切りにします。だいぶ取り方プロってきた、分かってきたよ。ちょっとネイルハゲハゲで恥ずかしい、ごめんなさい。この早く食べてしまわないといけないパプリカ、ここも切ってあります。ちくわちょっと入れちゃおうかな。何作ってるの一体、気になりますよね。はい、小松菜が炊けた。
厚揚げ入れようかな。すいません、継ぎ足し継ぎ足しでやってます。よいしょ、厚揚げを、厚揚げのしかももうなんか袋の上で切っちゃってる、恥ずかしい。ぬるぬるなるもんだって。ちょっとこれやっぱ醤油入れるわ。はいはい、いってらっしゃい。この細かく刻んだ野菜で一体何をするのっていうのは、大好きライスペーパー。はい、生春巻き作るよ。はい、適当に水で濡らしまして、ちょっともうごめん映ってないけど大体わかるよね。パプリカとキュウリと、これで生春巻きを作ります。パプリカ外側にしようかな。入るかなこれ、こんなに具材用意して。え、大丈夫、狭いわ。はい、小松菜が呼んでます。はい、これね、これを2つ作りますよ。時間が経ったらこれ柔らかくなるから。分かってる、もう分かってるから待って、行くから。はい、できたね。はいはい、どれぐらい時間かかってんのやろ。いつも皆さんご飯どれぐらい作るの時間かかるんですか。だからさ、30分で作るのもさ結構大変でさ、いろいろ作ってたら1時間ぐらいかかるよな。だからクタクタで帰ってきた時はもう焼きうどんとかベタにそんななるで、それは私だって。今日はもう腹ペコやけど、もうなんかこう動画回っててみんなが見てるから頑張れるみたいなところありますよね。うん、はい、負けました。あ、チーズ入れようと思ったら忘れた。うん、今度にします。え、オッケーちゃう、結構作れたんちゃう、ご飯。さっきさ作ったさ鶏のやつがさ、味大丈夫か見るわ。そういえばこれ一回も味見してなかった。もうちょっとだけパンチが欲しい。何がいるやろ、ニンニクの味も効いてて塩味もあるんだが、ちょっと濃いコクが欲しいというか、オイスターとか入れてみようか、ちょっとだけね。あ、ちょっと入れすぎたね。もうこれ混ざっとったら間違いないでしょう。オッケー、あと米が炊けるのを待つだけや。ひなた TV。 はい、炊けたよ。おー、じゃあ盛り付けていきます。よいしょ。普通になんか気合入れすぎて2人前ぐらい作ってる。なんかいつも通り作りますとかさ言ったのにさ、結構イキってもうた。お皿がせっかく可愛いのにてんこ盛りすぎて何も見えません。もちもちガレット、これ見て、このアナスイとさフランフランのコラボのお皿、もう一個緑もあんねんけど可愛すぎて買った。じゃこれに乗せるわ。どんな感じにこう囲ってあげる。いいやん、かわいいです。非常に、やっぱさご飯ちゃんと作った時はさ可愛さも大事で、このさっきさやっとったこのトリュフのやつも、はい、これも細かくちぎって一緒に食べたら美味しいのではないでしょうか。香りが出て、パセリ、はい、これ白菜と鶏肉の炊いたやつ。一応これがメインやってんけどさ、なんかメインっぽくないな、白菜多すぎて。うわ、ニンニクの香りすごい。残りまだあるんですけど明日の分で置いとこう。いい匂い。でちょっとブラックペッパー入れたけれど、もうちょっとだけ。おい、ブラックペッパー、これも可愛い。フランフラン、基本フランフラン可愛い。もっとさ姫系のイメージやってんけどさ、なんかこう個性的なんが最近結構出だして、このままでも非常に可愛いんですが、ごまをあしらいます。可愛い。スイートチリソースはなんかもうぶっかけた方がいいかなと思うのでぶっかけます。このスイチリソースめっちゃいい。普通ドボドボってなるけどさ、なんかかけやすかった。でお味噌汁ね、一番最初に作ったやつ。ちょっと小松菜とさ色かぶってるけど、この赤のお椀に入れることでちょっと可愛さ増やる。じゃあ食べます。どれくらい食べよう。このメインのこれからにしる、しるやって、腹減りすぎてやばい。いきます。うん、うん、ふん、あ、ちょっとしょっぱくなった、気持ち
うん、オイスターがちょっと出すぎたからね。でも美味しい。お米に合う。味噌汁もうまい。小松菜と揚げさん。めっちゃ美味しいねんけど。お揚げさん入れたからかな、なんか揚げの油の甘みみたいなのが出とうわ。でガレット、これ味付けしたからそのままでいける気がすんねんけど、どうだろうかね。いただきます。うーまっ。1位。まだこれ食べてないけど、味付け加減最高です。でもこれはもう美味しいの分かってますが、生春巻きも。いただきます。崩れる。パプリカ初めて生春巻きに入れたけど合うな。あとはじゃあこれゆっくり食べさせてもらいますので、絶対さ、こういう動画載せたらさ、みんな美味しそう、食べたいは絶対言ってくれると思う。言ってくれるよな。で、作りに来てほしいは言ってくれると思うね。行きません、すいません、絶対にごめんなさい。でもね、見て、同じの作って真似してみて、美味しいから、特にこれとかやばいです。ということで、ここまで見ていただいてありがとうございました。この動画楽しかったと思ったあなたは、グッドボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録お願いします。2回言った。あとコメントをできるだけ全部返すようにしてますので、よろしくしてください。ということで、ひなた TV でした。バイバーイ。